エイブルトンにてトレーナーのアキムです。今日の話はこちら、約3分で知る DTM の基礎知識編、無料版からアップグレードって話をしていきます。じゃあ行きましょう。前回だったかな、無料版、とりあえず無料版使ってみましょうって話をしました。そこでもしお気に入りの DAW に出会えたなら無料版からアップグレードしていくという方法があります。まあ、これが結構割引価格とか使えるんでね、一番お財布にも優しいかなと思います。でエイブルトンライブに関しては、5月20日2020年の5月20日ですね、ライブ10が 30% オフで、購入またはアップグレードできるということになっています。ログインしてない状態だとこの価格、これですね、この辺、ログインしてもしもアカウントを持っていてエイブルトンライブライトを持っているなんていう場合にはこの価格になります。ここです。はい、だいぶ割引が大きいので、まあ、このタイミングでということも、このタイミングでアップグレードでも一つの方法かなと思います。でライブライト、エイブルトンライブの場合はライブライトという名前でバンドル品が、入手できます。このバンドル品、音楽機材についてくるものなので、その音楽機材は、どういうものを買い揃えていけばいいのかっていうのはまた次回以降ちょっと話をしていこうかなと思いますが、もうすでに持ってるよって方は、手前味噌ですがエイブルトンライブ講座ライブライトから始めよう編、というのを以前にやってるので、そこからちょっと手をつけてみてもらえればいいかなと思います。エイブルトンライブの楽しさ魅力なんかはライブライドでも十分楽しめるんでね、そこから手をつけてもらえばいいかなと思います。はい、じゃあ今日の話ここまでですね。約3分で知る DTM の基礎知識編、無料版からアップグレードって話でした。5月20日までライブ店 30% オフです。考えている方はこの機会に、ポチッとしてもらえればいいかなと思います。ではまた話は、次回以降に続きます。良い音楽ライフを。